クラゲ。クラゲ、クラゲ、海月、水月は、四方動物門に属する動物のうち、淡水、または、海水中に生息し、浮遊生活をする種の総称。体が、ゼラチン質で、普通は触手を持って、捕食生活をしている。また、それに似たものもそう呼ぶこともある。クラゲと言われる動物は、四方動物門のヒドロムシズナ、十文字クラゲズナ、 バコムシズナ、パチムシズナにわたって存在する。講義には、ユークシ動物門、クシクラゲも含まれる。ユークシ動物は、かつては、校長動物として、四方動物と一緒にまとめられていたが、四方を持たない、四遊動体である、四方動物とは異なる。水管系を持つなど、全く体制が異なることから、20世紀初頭には、別の門に分けられた。司法動物、 有福死動物以外にも、クラゲの名前を持つ生物が、複数の門にわたって存在する。軟体動物門のゾウクラゲは、死亡動物と、同様、ゼラチン質で、浮遊生活である。キクラゲ、土クラゲは菌類、石クラゲは藻類である。また、クラゲは、死亡動物における基本的体制の名としても、使われる。体になるのはポリップである。これについてはクラゲを参照。 クラゲは通常は冬生活をする四方動物である。体はゼラチン質で柔らかく透明。体全体は多くのものでは傘のような形をしている。多くの場合傘の仮面の中心部に口がある。ヒドロクラゲでは傘から柄が伸びてその先に口があるものや口の周囲に触手が発達するものもある。ハチクラゲのハタクチクラゲ類、ネクチクラゲ類では 口の円が長く伸びて口腕となる。ネクチクラゲでは口腕が複雑化して、口は口腕の先端部に小さな吸い口として開口するだけで中央の口は閉じてしまうものもある。肛門はない。多くの種類では傘の円に触手がある。また、ヒドロクラゲ類では触手の付け根に目点を持つものがあるほか、傘の円に平行方を持つものもある。箱虫類、ハチクラゲ類では 傘の円に感覚器があるが、平行方のみの場合と、目点を有する場合がある。箱虫類では、非常に発達した目を持つ。十文字クラゲ砂のものは、構造的にはクラゲに近いので、クラゲと呼ばれるが、口の反対側に短い柄があって、これによって海藻などに付着して生活している。形態的に大きく異なるのが、クラクラゲ類で、多数の個体が軍隊を形成し、 全体では、傘の形には似ても似つかないものが多々ある。巨大になるものでは、長さが10メートルを超えるようなものも知られる。基本的に、死有遺体である。多くのクラゲでは、卵から、妖精、プラヌラが生まれると、妖精は、気質上に定着して、ポリップというイソギンチャクのようなものになる。新しいクラゲは陶器になると、ポリップがご案を重ねたような、 ストロビラになり質がエフィラ陽性となって泳ぎ出す。また変態、ストロビレーションなどによっても生じる。ポリップは無性生殖によって増殖するので、これを無性世代、クラゲを優生世代とみなし、世代交代を行うものという場合がある。カラカサクラゲやオキクラゲはプラヌラからポリップにならず、そのままエフィラとなる。ヒドロムシズナのクラゲでは、ポリップがよく発達し、 群体となるものがあり、その場合は、クラゲは特に分化した生殖小虫から作られるものもある。全くポリップを形成しないクラゲもある。クラゲは一般にはプランクトンとして生活している。全く遊泳能力がないわけではなく、多くのクラゲは傘周囲に感情筋があって、傘を開いたり閉じたりすることで、口が開いているのと反対方向に進行することができる。 しかし、常時泳ぎ続けているものは少なく、多くは時折泳いで水中を漂っている。水槽中で飼育する場合、水流を作ってやらないと、次第に皆そこに沈む。沈みかけると泳いで浮き上がってくるが、これを繰り返しながら、次第に弱ってしまい、死に至るという。ヒドロムシズナのカツオのエボシや、銀カラゲなどは機体を含んだ浮きを持っていて、水面から若干上に出て浮かんでいるが、 これは、例外的なものである。逆に、沈んで生活するものに、逆さクラゲがある。名前の通りに、傘面を下にして推定に沈んでいる。他に、先に述べたように、十文字クラゲ砂は固着して生活している。他にも、固着ではないまでも、海藻の表面を這うように生活するクラゲなどもある。触手などにある手法には、獲物に注入する毒を持っている。 これを用いて動物性の餌を取る。一部に強制網を持ち、藻類の光合成産物をエネルギー源として利用するものがある。一方、クラゲの捕食者については、従来、クラゲは水分が多く栄養価が低いため捕食されることは稀と考えられていた。しかし、2017年に米生体学会の学術誌に掲載された、 国際研究グループの局での研究報告によると、クラゲはペンギンに頻繁に捕食されていることが分かった。四方動物でクラゲの形であるものは、ヒドロムシズナ、十文字クラゲズナ、バコムシズナ、パチムシズナにまたがる。ヒドロゾア、ストレソア、キューバソア、サイファソア、日本と中国では一部の種類、エチゼンクラゲやビゼンクラゲなどを食用にする。 中華料理では、海といい、傘の部位は海側、海折田は、口腕部は海と海折等として加工される。細切りにして乾燥させ塩造したものを水で戻して、酢の物や、あえ物などにする調理のほか、加工食品とする。近年、オアンクランゲより発見された GFP という傾向を発する、タンパク質と、その遺伝子が、 分子生物学の分野において広く利用されている。参照、下村治む。越前クラゲを畑の保水剤として使用する試みもある。クラゲの飼育、展示は多くの水族館で人気がある。ペットショップでも売られるようになり、家庭や飲食店などで鑑賞用に飼育されることも多くなった。クラゲ用の飼育セットも売られている。クラゲの癒し効果を測定する試みでも、 クラゲを干渉することにより、ストレスが低下する、可能性が指摘されている、公開2006、クラゲの不思議参照。海水浴などの際、クラゲに触れると人も刺されることがある。クラゲの毒の人体への作用は、クラゲの種類によって大きく異なる。ほとんどのものでは何も感じないが、触れるとチクチクする程度のものから、激しい痛みを与えるもの。 呼吸困難や排水臭などの全身症状を引き起こすものまである。カツオのエボシやハブクラゲ、オーストラリアウンバチクラゲなどは、場合によっては命に関わるとして、非常に恐れられる。日本ではお盆過ぎに、海水浴場に泳ぎに行くとクラゲに刺されると言われることが多いが、これは主にアンドンクラゲ、校長動物門、立方クラゲ目による被害である。カギノテクラゲによる死傷は、 刺された部分の痛みは強くないことが多いが、刺されて1時間ほどしてから筋肉痛や呼吸困難等の症状を起こすことがあり、特に東北地方の日本海側や北海道で恐れられている。その症状はオーストラリアのイルカンジクラゲが引き起こすイルカンジ症候群に似ている。対処法はクラゲ師匠を参照のこと。他に一部のクラゲが急に 大発生することがある。大量発生した越前クラゲが漁網に絡まって破るなどの被害は現在漁業上深刻な問題である。大発生した水クラゲが工場や火力発電所、原子力発電所の取水口に詰まるなどの被害を出す場合もある。なお、このクラゲの大量発生により世界各地で漁業被害などが発生している。 この原因は人間による水質汚染や魚の乱獲、あるいはバラスト水の放出によるものではないかと指摘されている。全米科学財団の報告書によれば、日本において毎年2000万ドルの漁業被害が発生しているという。クラゲの語源については、目がないように見えることから、暗記に由来するとの説あるいは丸い入れ物、わけ、クルゲに由来するとの説など小説ある。 海月や水月は海中あるいは水中の月のように見えるとの意味であるが、クラゲの由来についてはよくわかっていない。日本ではクラゲは古来より骨のないものの代表として扱われた。枕の創始には中納言高い絵が見たことのない扇の骨を異様に褒めるのに対して清少納言が、それではクラゲの骨のようと冷やす場面がある。 珍しいことやありえない物事の例えとして、クラゲの骨という語があり、広辞縁、12世紀の今尺物語集にも見られる表現であり、13世紀の上級期、下にも、上田行部という武士が、人の身には、命ほどの宝はなし。命あれば、クラゲの骨にも申す。たとえのこうなり、命があれば、クラゲの骨にも合うだろうといった場面がある。また、 民話に、乙姫の病気の際に亀が猿の息疑問を取りに行く、話があり、その中では、クラゲが余計なことを言ったために、土壇場で猿に逃げられ、罰として骨を抜かれたということになっている。日本最古の歴史書、古事記では、天地開白を、久らか、クラゲジョスヒョ標ヘル国と表現している。1984年に、アメリカが州国カリフォルニア州の、 モントレー湾水族館が開館し、その際の展示の目玉がクラゲで、クラゲ専用の独自に開発した円盤型のクラゲ水槽を用いていた。この展示によりクラゲ飼育展示の輪が世界に広がった。日本においてはクラゲを飼育している水族館は全国に数多くある。鶴岡市立鴨水族館はクラゲ30種を飼育し、うち21種の飼育で2005年に、 ギネス記録に認定されている。それまでの1位は、モントレー湾水族館の17種であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。